岸本里子は日本の俳優、ナレーター、新潟県出身。小田原女子短期大学幼児教育学科を卒業後、保育士として3年間幼児教育に携わる。その後アナウンサーを志し、国際音楽エンターテイメント、専門学校総合放送学科に入学した。専門学校でアナウンス技術を学びながら、テレビ新潟の番組リポーターとしてデビュー。 人気満了後新潟放送で、タレント活動、テレビ長崎と琉球放送のアナウンサーを経て、フリーアナウンサーとなった。2010年4月からは、大阪芸術大学芸術学部放送学科に3年次、編入し、岩崎藤雄教授に指示。2017年7月より、福岡の芸能事務所アクティブ博多に所属した。2018年10月からは、 俳優として活動するために、福岡の芸能事務所上階 A で行われている WS や演技リッスンに参加し、本格的に演技を学び始めた。その後、2020年7月から2021年7月まで、イバナ・チャベック WS ジャパンの白石哲也と、マユミ・サオリアクティングコーチに指示した。2021年4月現在は、武能のボビー中世アクティングコーチに指示。 2021年9月脚本読解については映画24区で学んでいる。ありがとうございます。